始まった。木村さんは心配ないよ。ベテランだから隠した相手に取りこぼしたりしないよ。板垣君、僕の相手だって明らかに格下だった。取りこぼすつもりなんてさらさらなかった。デビュー戦だから緊張してたんだよ。そう、見えましたか。いや、いい感じだった。パンチも見えていた。あんなテレフォンパンチ僕には当たらない。当たったのは頭と肘、反則じゃないか。板垣君、あのレフェリーどこに目つけてんだ。二度も反則見逃しやがって。板垣君、拳痛めるよ。先輩には分かったでしょ、あれは反則だ。ボクシングをやった気がしないよ。なんだよこれ。なんで僕の負けなんだ。相手の表情を見た。必死の形相をしていたよ。きっと何か負けられない理由があったんだ。だから反則しても勝てばいいんですか。参ったな、プロは何でもありかよ。反則じゃないよ。レフェリーは止めなかった。故意じゃないと判断したのかもしれないし、本当に気づかなかったのかもしれない。どちらにせよ試合続行中に気を抜いた。君が悪い。相手以上に必死になっていたらバッティングの後も打ち返していたはずだよ。先輩、もともと何があるのかわからないのがプロのリングだし。もうたくさんだ。先輩は僕の味方だと思ってた。何がプロのリングだ、幻滅だよ。板垣君。もっと早く伝えておけばよかったのかもしれない。あの海のスパーで気がついていた。スピードも技術も申し分ない。だけど背筋の凍るようなパンチは一つもなかった。執念とか気迫とか、プロなら向かい合っただけで伝わってくる。板垣君にはそれが足りなかったんだ。